みなさんこんにちは2018年卓研ハイブリッド合格フルコース、えー、担当のレクセーニー講師友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさて今回はですねこのハイブリッド合格フルコースまあ一体どういうコースなんだろうかと えー、いうふうに思って、ねえー、いる方が多いと思いますので、まあ、実際ですねこちらのハイブリッド合格フルコースでやっておりますまあ合格講座、まあ、いわゆるインプットの講座ですねでそれと演習講座、えー、アウトプットの講座ですねまあそちらの方をですねダイジェスト版で、えー、少しご覧いただきましてあハイブリッド合格フルコースこういうものなんだなっていうところをですね、えー、ちょっと まあ、分かっていただければなというふうに思いましてこちらの方を企画させていただきましたさてそれではですね、まあ、まずですねこちらえ何、ー、でしたっけねはい、えー、基礎力養成コンプリート合格講座というですね、まあ、いわゆるインプットの方の講座がありますでこのインプットの方の講座ではですねうん一番最初の段階からですね どういう形で覚えていけばいいのかどういう形で理解していけばいいのか宅犬なんて全く知らないという状態の人でもついてこれるようにですね、えー、しっかり一からやっていきたいというふうな講座になっております。で使用するテキストはですねこちらはい基本の宅建というテキストですね、えー、こちらの方を使用しながらですね、えー、説明をしていくという形になります。でえー、っと全体でですね まあ2時間半の講座がですね権利関係で7回宅建業法で5回それから法令上の制限税その他で5回合計17回の講義で一通り仕上げていこうという講座になっております。さてそれではですねこの合格講座の方ですね、えー、しばらくですねこんな感じでやっていくんだぞというところお付き合いいただければと思います。さて まあ、えー、さすがに皆さん、えー、お手元にテキストとかはございませんですよねはい、えー、ですのでまあこちら映し出しますので、えー、見ていただければと思います、まあ、テキストはあのお手元にあるという方はですね是非、まあ、2ページのところ見ながらですね、えー、こちらの方を聞いていただければと思いますままず契約の成立ととといいいいうところから見ていきたいと思いますでこちらの攻力メモの方をまずご覧ください でこの単元自体はほとんど出題されませんがここを理解しておかないと、えー、後々の勉強に関わってきますと「さあ頑張りましょう」というふうに書いてありますけれども結局ですねその勉強ってじゃあ例えば試験に出るところ,出な,ところ,出,ところ出ないところがあったらまあ普通の感覚としては。 じゃあ出るところだけをやればいいんじゃないかとね、それが一番効率のいい勉強なんじゃないかと、えー、いうふうに思うと思います、えー、ただですねそうも言い切れない部分があるんですで、特にですねこちらの権利関係これから権利関係のところ見ていきますけれども権利関係というのはもう最近の問題は丸暗記では対応できませんね、丸暗記で対応できない まあ昔はですね丸暗記である程度ですね「これ知ってるこれ知ってるこれ知ってるはいこれではこれですこれはこれですこれはこれです」っていうふうにですね解けていた問題は多いんですけれども最近ですねまあこれを覚えてますかっていうよりもその考え方かららすするとこういういに考えられますよ、ね、考ええれまよね方を聞いてくる問題っていうのが非常に増えたんですねで。考え方を聞いてくる問題に対して答えるためにはどうするのかっていうとそれはもう考え方をちゃんと インプししていくしかないわけですでその考え方の基本の基本その民法の基本の基本のラインがここの契約のの成立の部分なんですよなのでここの部分を飛ばして勉強していくとその後の部分結構つまずくんですね。もちろんここの部分が試験に出てくることはほとんどないです。ほとんどないですけれどもじゃあ飛ばしていいかっていうとそうでもないということなんですねももととですね。 このテキストっていうものはまあいらないものをなるべくこう切り捨てて切り捨てて、えー、そういう形でですね作っているテキストになっております。ですので本当にいらないって思ったらですね載せませんこれ。 で確かにここ重要度 C というふうに書いてありますでこの,重要度 C というのは試験での重要度っていう形であってその勉強する上での重要度とはやっぱり若干ずれるんだっていうところはですね、えー、きちんと最初の段階でご理解いただきたいというふうに思うわけです。さあそれではですね契約って何なんでしょうかまずここから見ていきたいと思います。で契約って何でしょうかまずはそこから学んでいきましょうとあります覚えよう例としてあります。 A が土地を売りたいと思い B がその土地を買いたいと思いましたとで A が、ね、この土地を売りたいというふうに思って、まあ、そういう意思を持ってそして「売ります」というふうに表示をしました、ね、相手に示しました。相手にに示示示すすすすことをを表表るるいいう,ふうに言いままけれどもね意思を表示するつまり A が意思表示をしました。そしてそれに対して B という人がですね、じゃあその土地を買いますよっていうふうに言いました。ね、意思が表示しました。で、このように、はい、こちらのペンギンのところを見てください。ペンギンなんですよ。はい、ペンギンのところ見てください。契約は両者の意思表示が合致した時に成立しますというふうに書いてありますね。つまり、A が 売りますというふうに意思表示をして B が買いますというふうに意思表示をしましたこの瞬間に契約というのは成立しますで契約が成立するとどうなるのかっていうと契約が成立すると所有権が B に移転しますつまり A のものから B のものへと変わっていくわけですね。そそししててれにに対とといいいいううももののははは必必要要ありませんいいですか書面というものは基本的には必要ない というのが基本的な考え方というふうになりますで、それは何でですかっていうとまあ、契約ってここえ見ればわかるけれども契約って約束みたいなものですよね、えー、その約束もうね書面なくて、えー、成立をしていきますなんで考えてみてください例えば今回この例では、ね、A が土地を売りたいと思って B がその土地を買いたいというふうに思ったね、えー、ありますけれどもそれだけじゃないんですよね契約なんて日常我々は契約なんていっぱいしてるわけですよ 例えばコンビニでガム1個買うんだってそれ一つの契約ですよね例えばコンビニエンスストアがですよ、えー、商品を陳列しているわけですよねそれ要するに売りますという意思表示ですよね えー、商品の陳列棚に載せといて値段つけといてでそれに対してね、えー、我々がですねあこれいいなと思ってそれを取ってですねレジに入っていうふに言いましたとね、えー、すいませんこれくださいっつって言いましたとこの瞬間に買いますという意思表示ですよねこの瞬間に契約って成立するんですけどさてさて皆さん契約書作りますね,、えー、ね契約書ねこの度ね、えー 何々コンビニエンスとは（以下こ,こうとするかっことじ、えー、はですね、えー、友次政宏以下オッとするかっこと,じと、えー、ガム1個についてる売買契約を締結したとか書いてですよ、ねえー、最後のところに「じゃあそうすいませんあはんこと、ね、サインお願いします」みたいな感じでね「ね、えーはい、はいはいはい」みたいな感じで作ります作らないですよ、ねうん、ガム1個って言ったらもう極論すればあれですよねレシートすらもらわない場合だってありますよね。それででも契約って成立すするんですよ うん別にガム一個だろうが今回のように土地だろうが関係ないんです。何にせよそう売買契約っていうのは書面なんか必要なくて契約というものは成立していきます。もちろん。 これが原則というだけの話であってここから勉強が進んでいけば例外例えば補償とかはですね、えー、書面でやらなければ効果がないとか、まあ、そういったコマコマとした話はですねこれからね追ってやっていきますよ。でまあ先ほど出ないっていうふうに言いましたけども昔は出てたんですこちら。ね。 はい、3ページのところに問題があります。本試験の格問ですね。1981年ですね、相当古いですけれども、売買契約は書面によらなければならない。丸かバツか。答えはそう×ですよね。契約に書面は必要ありません。というふうになっていくわけでございます。よろしいでしょうかね。はい。 そししててここちら3ページの上の上ところを見ていきましょう「契約はお互い話し合って決めるもんですからお互いが納得していればどのような契約でもいいんです」というふうに書いてあります。 まあ一応横のところに書いてありますけれどもあのどのような契約でもいいっていうふうに言いましたけれどもあの当然例えば愛人契約とか殺人契約だとかねまあそれやっぱりまあ社会上ダメっていうものはありますまあそれはまた14ページのですね公序両俗に反する契約っていうところで、まあ、一緒にやっていきましょうただまあだから基本の話ですよねまずはそういう大きな枠をちゃんと作っておいてくださいで、ね、最初から大きな枠とその細かい話と全部一色単に勉強していくと混乱しますのでまず は大きな枠を作ってそして勉強が進んでったら実はこれに関してはこういう例外があるんですよこれに関してはこういう例外があるんですよそうやって学んでいくようにしておいてもらいたいんですねだからまずは原則としてね、お互いが納得していればいいというふうに言うんだったらどんな契約でも基本的には構いません そして一度決めた契約といいいうものは守らななけければいけない例えば土地を買うっていう約束をしたらその代金を払わなければいけないし、まあ、土地を売るっていうふうに約束をしたならばですね、えー、きちんとですねその土地を引き渡さなければいけないっていう、まあ、義務が発生していきますよということになるわけなんですね。で この約束というものは守らなければいけないっていうのがまず大きなルールとしてあるんですけれども、約束守らなければいけませんよっていうのが大きなルールとしてあるんですけれども、では絶対守らなければいけないですかっていう話になってくるんですよ。例えばその約束自体に問題がある場合ですね、例えば騙された、脅された、それで契約をした場合って守らなければいけないんですかっていうのがここの第1章の意思表示の大きなテーマです。 そして例えば A さんと B さんで契約しましたって言った時に例えば A さんがそんなに判断力がない状態だったと、ね、そんな判断力のないような状態でした契約まで、えー、守らなければいけないんですか 事態、えーまあ、に問題があるか人に問題があるかっていうところですけどもそういう場合が例えば第2章の制限行為能力者といいうお話になっていくんですねだから第1章と第2章っていうのはその原則として約束は守らなければいけない契約で決まったことなんだから守らなければいけないでも絶対かなっていうのが第1章第2章のテーマになってくるわけなんです。ここまでででよろしいでしいょうかでは そののの第1章詐欺脅迫のところを見ていきたいいいいいと思まますすはい、さあこちららも攻略メモの方から見ていきます、えー、いきなり難しい言葉が登場しますと最初は焦らずにゆっくりと,と、えー、民法の勉強はいきなり暗記っていうよりもまずは理解することですというふうに書いてありますけれどもまああんまりですね、えーあのー、難しい言葉一気にガーッとくるとやっぱりうーってなってしまうところがあると思うんですけどそこをもう焦らずに一歩ずつ一歩ずつ見ていきましょう。はい まず詐欺というところです詐欺とは騙すことですと騙されて契約した場合も守らなければいけないんでしょうかというふうに書いてありますけれどもさあ、えー、例えばですね悪徳業者 A がですよね B を騙して土地を手に入れようとしているわけですよね A が騙してますねこの土地は将来値下がりするよと ね、今だったらねまあね5,000万の価値あるかもしれないけどこれね将来ね2,000万ぐらいの価値になっちゃうよというふうに騙したわけですよ全然そんなことないにもかかわらずですよ。ね。いや今だったら私が買ってあげますよと、えー、いうふうに言いましたと。でそれに対してもう騙されちゃったんですね B が。ね。そうなんですかだったら買ってくださいっていうふうに騙されて B がですねはい、えー、言っちゃいましたと。さあ考えてみてくださいさあ考えてみてください。 A は買いますと言いました B は買ってくださいっていうことは要するに売りますってことですよね。さあ売りますと言いましたさ買いますと言いました意思表示が合致しました意思表示が合致したからこの契約は有効か無効かというふうに言われたら有効です。だって意思表示が合致してますからね。 有効になります。では有効になるんだからちゃんと守ってくださいよって言うんだったらこの騙された B さんってかわいそうですよねそうなのでこの騙された B さんはですねこの詐欺の被害に遭った人 B さんはですね契約を取り消すこの契約の取り消しというふうにすればそう。 この契約の取り消しっていうふうにすればじゃあこの契約はなかったことにしましょうっていうふうにすることができるんですけれどもさあこちらのアドバイスのところをご覧ください4ページのところですね。はははいい詐欺によるる意思表示は無効であるという問題が出たら答えはだってさっき確認しましたよね。そう契約は有効ですもんだって意思表示合致してますもん。そう今回取り消しができるというふうに言ってるわけですよね。 そう取り消すことができるというふうに言ってるわけですねはいここがポイントです無効と取り消しって全く違うものなんです無効ってのはもう最初から何もないってことなんですそれに対して取り消しは取り消すまでは一応有効で取り消しをした瞬間に契約した時に遡ってなかったことにするっていうことなんです全く別物なんですねで この第1章第2章のポイントの一つとしてはですねこの無効なのか取り消しなのかっていうことなんですよえどういうこと何何言ってんですかっていうと例えば詐欺による契約というものはそう取り消しができるんです無効ではないんですね えー、例えばこれから勉強進んだ時に作語っていうのが出てきます作語は無効主張ができます無効なんですねで、そして、えー、第2章のところに行くとね、医師無能力者の行った契約はって言ったら無効なんですじゃあ制限行為能力者の行った内容は取り消しができるわかりましたそうこれこれの場合は無効ですか取り消しができますかっていう問題がですね結構出てくるんですねなのでこれから勉強していくうちにこれ今詐欺脅迫やってますよね詐欺脅迫は 取り消しいいですね詐欺脅迫は取り消し無効ではないんだとそう。だからこれから勉強する一つ一つに対して無効なのか取り消しなのかそこをまずはちゃんと認識できるようにしといてください。さあそれではですね脅迫のところを見ていきたいと思います5ページのところですね。脅迫っていうのは今度は相手を脅すことです。 ね、脅されて契約した場合これも守らなければいけないんですかっていう話になりますさあ、えー、悪徳業者 A がですねはいね今度はサングラスかぶってますけどもねはいかけれますけどもねえーこの土地は俺が買ってやる当然売ってくれるよなっていうふうにまあ脅したわけですよねでそれに対して B さんがですね気が弱かったんでしょうねはいどうぞ売りますというふうにまあ言ったわけですよねはいさあ、えー、A はですね買いますと言いましたねうん はい B は売りますと言いましたねはい売ります買います意思表示が合致しましたねということはこの契約は有効か無効かと言ったら有効なんでしょういいですか有効か無効かで言ったら有効なんですはいただじゃあこれ有効だから守りなさいっていう風にするとそれはですね脅された B さんかわいそうですよねですので 脅迫の被害に遭った B さんは契約を取り消すことができるという,ふうにしたわけなんですです契約の取り消しをすれば脅されて,渡,されて渡してしまった土地を取り返すことができるようになっていきますということになるわけなんですね。さあここで分かったと思うんですけれどもライバルに差をつける関連知識ちょっと横のところを見てくださいこちらですね。 取り消し権って、例えば騙された人、脅された人、これがかわいそうだから与えられています。したがって、騙した人、脅した人、これは取り消しができません。かわいそうじゃないからですね。 そうまずだからこの民法の考え方の根本としてかわいそうな人を救ってあげよう守っててあああげげよようう守とすする考え方がありますなのでこれから例えばもう皆さん全然わからないっていう問題が問題で出てきた時にはどうやって最終的には対処するのかというとじゃあ登場人物の中で誰が 一番かかわいそうなのかなの誰を一番守ってあげるべきなのかなそういうふうに考えていくと問題の答えにたどり着いたりすることができるということになるわけなんですね。 はい。なのでこういうイメージっていうだから先ほど言ったイメージってやっぱりそういうところなんですよそう、ただ,んだん単に結論だけ覚えてっていうとキりがなくなってしまう場合があるんですねそのシチュエーションシチュエーションごとにこのシチュエーションの場合はこの人を守ってこのシチュエーションの場合はこの人を守ってっていうふうにね例えばこのテキストの中では出題頻度の高いものっていうものはカバーしてますけれどもその出題頻度が低くなってくるとそんなところまでいちいち見てられませんってことになるわけですよで出題する側も 当然のことながらそんな細かかいいところままで知ってますかっててすうところを聞いいてるわわけけでではないわけですよねそうつまり今まで皆さんが勉強していたけれどもじゃあ何で取り消しができるのっていうところあなたはちゃんと理解してますかっていうところを聞いてるわけですからその理解している人間はちゃんと正解できるように、えー、問題っていうのは作っていくわけなんですね。ここまででいいいすかはい さあそれでは、えー、続きのお話し,したいと思います、えー、3番です詐欺凶悪と第三者との関係ですね、えー、例えば悪徳業者 A がですね詐欺や凶悪の被害者である B から買った土地をですね事情を何も知らない C さんに売っちゃったという風になった場合どうなりますかってことなんですよ、えー、ちなみにですね法律の世界では事情知らないってことを善意事情を知っていることを悪意っていう風に言いますけれどもさあこの善意の第三者が出てきた場合にはどうなるんですかっていう話になるんですね例えばですね 先ほども言いました通り取り,返し取り消して土地を取り戻すことができるって言いましたけれどもいや例えばですよ皆さんがこの C の立場になって考えてみてください皆さんが C の立場になって考えてみると、ねえー、例えばじゃあ私が悪徳業者としましょうか、えー、私は悪徳業者がですね、えー、いやーね皆さんこの度ですねめちゃくちゃいい土地建物手に入れたんですよ土地建物手に入れたんですよこちら相場だったらこれ5,000万しましょう。 あれ相場だったら5,000万するんですけど今回3,500万円でご提供できますっていうふうに言われてですねえ皆さんも「えそんな安くなるんですか?」ってえ「ちょっと私も本当頑張りましてね」というふうになりましたと「おお!」って言って皆さんも「買いました」と「ね今日から夢のマイホームだ」みたいな感じになりました。 でその時にですね、えー、皆さんも何も知らないんですよ。私が悪徳業者だということも何も知らないんです。でその時にですね、いきなり B さんとかいう人がやってきて、ねすみませんあの取り消したんで出て行ってくださいって言われて納得できますか？いや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 飲んで出ていかなきゃいけないのってことになりますよね。そうこのままじゃあ出て行ってください私のものですからって取り戻されると C さんが可哀想ですよね。わかりました。 C さんも C さんでかわいそうってことになっちゃうんですよどうしましょうってことになるわけですねで B もかわいそう C もかわいそうでもどちらかしか守れないわけですよどっちを守っていきましょうっていう話なんですそのかって見ていい、ねはい、そそののってて見くくんでですねははれページのところをご覧ください、ね、その B と C 民法をどちらの見方するんでしょうねはい この場合、騙された人と脅された人で扱いが変わるんですで、す。騙さされれたた人、脅された人、脅扱いが変わっていくんですけれどもまあイメージですよイメージとしてその法律ってどういう人が作ったのかっていうまずイメージ持っとくといいんですよ。ね、あの、イメージですよイメージですよ。あの何て言うんですかねあの、牛乳瓶の底みたいな眼鏡をかけたようなこうね なんか学級委員みたいな人がいるじゃないですかああいう人が作ったって考えてみてくださいよでそうするとそう騙された人に対しては何て言うと思います騙された人に対してはですねえ騙された君もねちょっと調べればわかるんじゃないのかなって言いそうですよね言いそうですよねそうですので騙された人はちょっと落ち度があるっていう風に考えちゃうんですね落ち度ありって考えるんです そうあ,あなたもあなたでちょっとね悪いところがあったんじゃないのとでそれに対して脅された人はですねえな,なんと土地も取られた上に精神的苦痛まで与えられたそれはダブルでかわいそうというふうにそうダブルでかわいそうって考え始めるんですよ、えー。ですので脅された人に対してはですねちょっとこれをですねまとめてみたのがこちらになります。 はい、で詐欺の被害者もかわいそう脅迫の被害者もかわいそう全員の人もかわいそう悪意は事情を知ってるってことはただのグルですからねこんなもん、えー、ただのグルですから何もかわいそうじゃありませんと、えー、いうふうになった時にさあ今言ったように詐欺の被害者は、うん、確かにちょっとかわいそうではあるんだけどあなたもあなたで悪いことがあるよねそうだからかわいそうポイントがですね0.5になるわけですよ。 そして脅迫の被害者は、ね、土地を取られた脅されたダブルでかわいそうっていうふうになるわけですね。ですので、はい、かわいそうポイントが2になるわけですよ。で善意の人が1っていうふうになった時にそうもうこうなってしまったらかわいそうポイントの高い方の人を救ってあげましょうっていうふうに考えるんですね。なのではい 詐欺の被害者と詐欺の被害者と善意の人が争ったらどっちがかわいそうかっていうとだから善意の人を勝たせてあげましょうこういうふうにするわけですね。では脅迫の被害者と善意の人が争ったらどうなるんですかって言ったらそれは脅迫の被害者の方が2ポイントですからかわいそうポイントが上ですからじゃあそれはもう脅迫の被害者の方を救ってあげましょうってことになるわけです。では、 詐欺のの被害者と悪意の人つったらどうですか「うとまあ、0と0.5ですから0.5の方が勝ち」ってことになりますよねだから詐欺の被害者を救ってあげましょうこういうふうに、まあ、分けてったんですかわいそうポイントによって。で皆さんが問題を解く時には例えばこういうふうに、まあ、直線で考えてみると分かりやすいどういうことですかっていうとこれかわいそうポイントが高い順に並べたんですよ。上から下には 対抗できる、つまり改正とかですね、えー、私の問題とかですね言えるんです。下から上には対抗できないです。下から上には対抗できない。いいですか。えー、ですから下から上に対してはですね、改正とか私の問題とかですね、そういうふうなことは言えないんだというふうに考えておくと問題っていうのは非常に解きやすくなっていきます。よろしいでしょうかね。 で、こういう問題を解くときにじゃあここでこれで頑張っていきましょうではですねちょっと足りないんですやっぱりこれまあうーねこれに対応した演習講座の方もあります演習講座の方でもまたね、えー、口うるさーく言ってくると思うんですけれどもこういう問題の解き方としてはですね7ページのところをご覧ください7ページそう説問では主語を意識するようにしてくださいそう 誰から誰には対抗できるか誰から誰には対抗できないのかっていうことになるんですそう誰かっていうこの主語をちゃんと押さえないとまずいよっていう話になってくるわけなんですねそこのところをしっかり認識しながら問題っていうものを解いていくようにしておいてくださいということになっていきますよろしいでしょうかはいさて えーまあ、こんな感じでですね、えー、インプットの方の講座というものは、えー、やっていきます。ですのでもうこの基本の卓研士かなり噛み砕いてやっていますけれどもこの 基本のをさらに噛み砕いてで、えー、どういうイメージで勉強していった方がいいのかどういう、ねえー、視点で学んでいったらいいのかただ単にここが重要ですよここを覚えてくださいねってだけではなくてですねまあもちろんある程度重要なところは、ね、赤い文字でも書いてありますこのテキスト赤い文字でも書いてありますし、まあ、黒い文字でもちょっと重要なところはですねここを追加でチェックしといてくださいみたいな感じでやってきますけどもそれだけじゃなくてどう捉えればいいのか。 えー、というところをですねまあしっかり見ていければなというふうに思っておりますさてそれではですね続きまして演習講座ですね演習講座の方はどうやって、えー、やっていくのかというところをですね、えー、今度は、えー、ご覧いただきたいというふうに思いますさてさあ演習講座の方でございます さあ演習講座というものはですね、まあ、問題を解いていくということなんですけれども、はい、この演習講座ですね 実はですね例えば、えー、初回の講義でですね意思表示制限行為能力者時効、えー、ここら辺を初回の講義で例えばやっていくというふうになったらですね、えー、実は演習問題の1回目の範囲がですね、えー、意思表示制限行為能力者事項なんですよですすよので対応してるわけですねですのでインプット講義を聞いたらその範囲の演習という形で、えー、できるんだということになっていきます。 そしてこの演習講座で扱う問題というものは、まあ基本的にはですねこちら、えー、デルジェンタッケンシュ過去問題集、まあいわゆるウォーク問ですね。こちらのウォーク問の中から、えー、重要な問題を抜粋してあります。例えばこちら。 ね、演習講座の第1回目、えー、で使うこの問いの1番の問題などはですね、えー、ウォーク問の、えー、問いの1番ですね、えー、こちらの問題を、えー、そのまま使っていくという形になりますですので、えー、ここで扱っていく問題は基本的にはウォーク問が中心となっていきます。えー、ですので、まあ、この演習講座の中でこのウォーク問の、えー、テキストの中の何問かは解いていきましょうというですね、まあ、そういう,う企画になっております。はい さあそれでは、えー、問いの1番のところ見ていきたいと思います。はい、よろしいでしょうかね。さあこちらですけれども、まずこの問いの1番の。